これはですね、点字なんですよ。これは日本語の点字で猫猫猫猫猫って書いていて、膨らむ絵の具で描かれたカラフルな猫、触って楽しむことができる作品です。視覚障害があっても触って分かるように猫のシルエットが何個あるかとか、こうアートもちょっと楽しめるようなものを作りたい。釧路市出身のアーティストサトリーさん、10年ほど前から障害のある世界中の子どもたちと絵を描き続けています。これまで訪れたのは19カ国。先月はモンゴルへ。視覚障害のある子どもたちが描いたカラフルな背景に、サトリーさんが描いたのは目の不自由な人です。モンゴルにも一応展示ブロックみたいのがあったりするんですよ。でもそれの役割を皆さん知らないので、いろんな大人に、日本もモンゴルもですけど、伝えていくものにしたいなって思って。サトリーさんが絵を描き続ける理由は、自分が元気になるから絵を描いているという、私の中の魔法や処方箋みたいなものです。はい。じゃあこのままお渡しします。はい。元気の魔法はあの女の子にも広がっています。旭川市の渡辺葉月ちゃん10歳。脊髄にできた腫瘍が原因で2年前に突然倒れ、首から下がほとんど動かなくなってしまいました。サトリーさんのそのね、頑張ってる様子を葉月が知ることで、葉月もなんて頑張ろうってとか。お、これいい感じだよ葉月ちゃん。病気になってから絵を描き始めた葉月ちゃん。SNS をきっかけにサトリーさんと出会いました。いいね。12日まで札幌三越で開かれているサトリーさんの個展に、葉月ちゃんと一緒に描いた作品も並んでいます。見た人にどういう気持ちになってほしいとかあったりする？世界に笑顔の種をばらまこうみたいな、ずっと巻き続けて終わりがない活動にしたいですね。個展では絵の販売も行われていて、サトリーさんはその売り上げを使って来年視覚障害児の作文コンテストをモンゴルで開きたいと話していました。